ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。はい、今日はね、夏休みの、初日ということで、私はね、ちょっと箱根に、行ってきたいと思います。あの向こう側にね、エクセのロマンスカーが走ってますね。はい、ここはね、新百合ヶ丘駅です。で、私はあの、向こう側から来る白いね、ロマンスカーに乗って箱根に行きたいと思います。お待たせいたしました。2番ホームに特急ロマンスカー箱根号箱根湯本行きが参ります。危険ですから、黄色い展示ブロックの内側までお下がりください。2番ホーム電車が到着します。ご注意ください。1番前から1号車2号車の順に、1番後ろが10号車です。はい、乗り込みます。シートが少し窓側を向いてますね。斜めにシートが取り付けられてます。はい、VSE っていうのは、ボールトスーパーエクスプレスの略です。ボールトっていうのがドーム型の天井っていう意味で、ね、こうやってドーム型の天井に見えますよね。で、VSE は7代目の、ロマンスカーになってます。2005年3月に運転開始だそうです。さあ、乗って出発して乗っていきましょう。はい、シートにね、隠れて人は乗っております。車内メロディーを聞いてみましょう。はい、車内メロディーいかがだったでしょうか。よかったですね。旗
佐野駅を過ぎると、川が見えてきます。右側にね、川が見えて綺麗ですね。松田駅の、JR ね、御殿場線と連絡する連絡線が見えます。はい、田んぼが見えてきたらそろそろ小田原っていうところですね。で、天気がもっと良ければ、前の前方の方に富士山が見えてくるところです。はい、新幹線のね、下をくぐって、小田原駅に到着します。小田原駅もね、なんか駅舎がすごい綺麗になってました。はい、小田原駅を出発して箱根湯本駅に向かっています。小田原駅からは、箱根登山鉄道のレールになってます。で、昔はね、最初、箱根登山鉄道が走って、その後にね、小田急線が直通運転をしたんで、車輪の幅のね、違う電車同士を走らせるために、3本のレールがあって、そこを走ってます。で、箱根登山鉄道は、リウダ駅っていうところに車庫があるんで、そこまでね、走らせるのに、まだレールが残ってます。箱根登山鉄道の電車に乗るには、今は、箱根湯本駅まで来ないと、乗れないようになっていますんで、箱根湯本まで来て、小田急線でね、来て、それで乗り換えて箱根登山鉄道に乗って強羅駅まで行くっていうのが、今のスタイルです。箱根登山鉄道に乗ったら何しようか、ちょっとまだね、何も考えてないで、ちょっと朝来ちゃったんですよね。一応ね、トコトコパスっていう1日乗り放題のね、フリーパスは買って、あとはもう箱根登山鉄道をもう行ったり来たり、ちょっとしてみようかなと思います。はい、で、あとはね、今 VSE に乗ってるんですけど、連接台車のね、感想はと思ったんですが、今、一番後ろのね、先頭の車両に乗ってるわけで、これだとね、あんまり普通の電車と変わんないんで、中間の車両に乗った方が良かったですね。連接台車っていうのは、普通電車って車両、一つの車両に、前後車輪がね、くっついてますけど、それが小田急線のロマンスカーは、車両と車両の間に車輪をつけて、車輪の数をね、減らして乗り心地を良くしようと、あとカーブもね、曲がりやすくしようってことで、連接台車っていうね、技術を使ってます。
箱根湯本駅に到着です。車両と車両の間の連接台車はこれです。VSE すごいかっこいいですね。なかなかね、これはね、ロマンスカーっていう名前がついてるだけありますね。右側の赤い電車が、小田急線です。で、箱根登山鉄道の、フリーキップでもね、乗れますね。あと、奥の方がね、箱根登山鉄道のホームになってます。パンタグラフがなんか反対方向についてるような感じがする。なんでこの方向についてるんだろう。はい、箱根湯本のね、階段がエヴァに変わってます。で、このね、エヴァの階段を登って、改札を出てですね、それで、トコトコフリーパスを買おうと思います。はい、デッキの方に来てみました。これはね、箱根湯本駅の、改札出てもっともう奥の方ですね。はい、箱根登山鉄道が走ってきました。おー、すごい。これ多分80パーミルの坂かな。あー、すごい山を登ってる電車っていう感じがしますね。かっこいいですね。駅を出て富士屋ホテルの方の、デッキの方に行くと、ロマンスカーとかね、箱根湯本駅は前方がね、見えますね。そろそろ発車しそうなんで、ちょっと撮影しに来ました。
富士屋ホテルのね、前の川ですね。はい、涼しそうですね。あのまだね、箱根湯本は暑いけど、山の上はね涼しいですね。はい、トコトコチップです。これに乗ってね、箱根登山鉄道を、行ってみたいと思います。